アサシン、パライソ、ハセさんじました。新たな親方様に忠誠を。神明ならざる意味なにて、失礼。いかなる罰をも受ける覚悟にてござる。忍びは、装いを選びませぬ。に、ござる。驚いた顔にござるな。忍びであると同時に、拙者は巫女でもあるのです。似合って、おりましょうか。ここまでの霊気を得られようとは、夢にも思いませなんだ。親方様、拙者をそばに置いたこと、決して、後悔はさせませぬ。ありがたき幸せにござる。参られますか、親方様。いつでも、おそばに。忍びは主君あってこそのもの。アサシンなるものとはいささか違うやもしれませぬが、好き嫌いはありませぬ。あ、食べ物の話ではなく、戦は好きになれませぬ。情報、偵察、暗殺、忍びの務めであれば何と思うこともありませんが、戦だけはどうしても。杯にござるか。はて、尋常ならざる様子にござるな。いざ我らも参りましょうぞ。忍びとは影がごときものにござる。名を隠すことも往々にしてありますが、よもや親方様と認めたお方にさえ隠すことになろうとは、もどかしいものでござるな。神明を告げられぬというのは、我が身が恨めしい。親方様、こんな拙者を重用してくださり、感謝の念に耐えませぬ。少しくらい、神明の手がかりを言っても良いのではないかと思うのです。ですが、叶いませぬ。拙者の霊気が許してくれませぬ。どうかお許しください、親方様。無論情報収集はくの一の得手とするところにござる。さらには殿方をたぶらかすのも。お、親方様、いかがされた。拙者は忍びくの一にござる。ですがそれだけではございませぬ。いつか、すべてをお話しいたします。その時までどうか、しばしお待ちくださいませ、親方様。甲賀上人、神明を、望月千代目、クラスはアサシン。どうぞ拙者に。主命をお与えください。甲賀上人は装いを選びませぬ。お気に召されましたか。これぞ信濃巫女たる拙者の正装にござる。戦はあまり好きにはなれませぬ。森時様も。あ、いえ、何でもありませぬ。拙者は親方様のしもべ。過去を生きた望月千代目は、ここにはおりませぬ。改めて、拙者、甲賀五十三家筆頭、望月家の千代目にございます。生前には、信玄公より、甲斐信濃二国、巫女統領の任を授かりましてございます。要は、信濃巫女の長にござる。
いかにも拙者くの一にして巫女にござる。さらに言えば森時様は早くに夫を亡くした未亡人でもあり、属性が多い。なんでござる。もはや主君を持つことはあるまいと、まぶたを閉じて幾千層。親方様、どこまでもお供いたします。我が忠節英豪である者と思っていただいて構いませぬ。